旅はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用お名前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。言っても月返品今回は付け付けません、ご了承ください。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて、でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきて目移りするときは、二人が初めて出会ったあの日を思い出してね。これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど笑って許してね。ずっと大切にしてね。永久保証の私だから。